あら、負けた人おる？もしかして。タッチできんやった人おる？もしかして。靴脱げた。ああ、そしたら裸足でゼロ。裸足でゼロ。だいたいみんな直旅ですってやけんが。裸足でゼロ。はい。はい、今度メンバーチェンジ。メンバーチェンジ。メンバーチェンジ。入れ替わり。いいかな？早く追っかけることよりも、どうしたら相手よりも、なんなんすることができるか。まるまるすることができるか。そこを考えろ。もう気づいた人は絶対負けないはずよ。どうしたら相手よりもまるまるすることができるか。それで勝負は決まるよ。いつ笛吹くかわからんよ。足きれいに伸ばせ。かかとつけて。つま先立てる。手のひら伸ばす。あ！はい、残り2本、残り2本。ほら、もう気づいとる人おるよ、もう気づいとる人おるよ。気づいとる人は、さっきと何かが違うよ。相手よりも、早く、まるまるすることができるかどうか。トーヤ、逆ぞ。何回も言うけど、追っかける人、有利よ。いける！あはははは。あ、タッチしたやろ。まだ気づいてない人がおるな。残念だな。最後なんだけどな。最後。はい、最後。気づいてないな。なんでかな。レタドールは優秀な人たちばっかりなはずなんだけどな。相手よりも早く丸々することができるかどうかが勝つポイントです。最後です。むしむし。